今日は勝ち点1という結果になりました。この部分どう受け止めていらっしゃいますか？はい、もちろん、私たちは勝ち点3を目指してですね、精一杯戦ったんですけれども、勝ち点1ということで非常に残念に思っています。ただ両チームのスタイルが非常に出た、非常に強度の高い、エキサイティングな試合だったと思っています。その中で中断期間に積み上げてきた部分どのくらい出てたでしょうか？はい、我々のボール保持からの前進、そこは非常に再現性を持ちながら、意図的にボールを前進してファイナルゾーンに運ぶ、そしてボールを保持しながら主導権を握る、そういったところは非常によくできたというふうに思っています。その攻撃の部分ではファーストシュートを打ちました柴山選手、非常にチャンスメイクしていたと思うんですが、評価聞かせてください。はい、非常に、ポイントとなって、パフォーマンスの高い、試合だったというふうに思っています。まあ、彼自身もですね、こういう試合で、あとはゴールを決める、またアシスト、そういったところの得点に絡むことができればですね、さらに、怖くて上手い選手になると思いますので、そこはまた要求しながらですね、一緒にやっていきたいと思っています。また西尾選手なんですが、昨日の取材段階では、まあ、今日の朝決めると話されていました。今日のメンバーどの段階で決められ、また西尾選手今日の試合どのようにご覧になられましたか？はい、今日の朝ですね、彼のコンディションもチェックしてですね、やはり彼の守備力、守備範囲、リーダーシップ、そのあたりは今日町田相手に、必要な、必ず必要な選手だということで、ジャッジして試合に臨ませました。守備面で言いますと、町田相手にここまで複数失点続いていたんですが、今日は無失点に抑えました。この評価いかがですか？はい、そこは本当に、選手全員のですね、ハードワーク、そして、この2週間空いた取り組みがしっかりと出せた結果だと思いますので、次節の広島も非常に、手強い相手ですけれども、この守備をベースに、あとはしっかりと決めきる、勝ちきる、そこを目指してですね、もうちょっとのところまで来てると思いますので、全員でやっていきたいというふうに思っています。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。